1501年のアルドバン、ベルギリウス、標準的な八折半アルドバンの最初のもの、アルド印刷所の創業地。チービコヌメロ2343カージェデラキエーザ、サンポーロオンザカンポサンアガスチン、アルド印刷所は、1494年に、ベネツィアでアルドスマヌティウスによって設立された印刷所である。この印刷所から、有名な古典のアルドバンが発行された。 彼の名義で印刷された最初の本は1495年に出版された。アルド印刷書はタイポグラフィの歴史においてはとりわけイタリック体の導入で有名である。また、現代のペーパーバック版と同様に持ち運びやすさと読みやすさを重視した小さな8折半サイズの印刷本やノンブル及び作品を付した本を初めて発行したのもアルド印刷書である。 カート・エフ・ビューラーによると、同印刷所は、マヌティウスの下での20年間の活動の間に132冊の本を発行した。今日、ベネツィアのアルド印刷所によって印刷された一連の古書は、アルドバンと呼ばれている。マッテオ・マリアボイ・アルド伯爵によるヘロドトスの歴史のイタリア語訳、ベネツィア・アルド印刷所、1502年。 アルド印刷所の創業者であるアルドスマヌティウスは、もともと人文主義の学者、ギリシア語教師であったが、1489年、ないし1490年に、ベネツィアへ渡り、この印刷所を始めた。彼の印刷業に対する関心は、人文主義学者たちからの影響に加え、古典に対する愛着や使用していたテキスト等に、対する不満から徐々に醸成されていたが、 当時の政治的不安の高まりや戦争によって貴重なギリシア語文献が失われてしまうことへの危惧がこれを後押ししたと考えられる。また、マヌキウスは当時学問と芸術の中心地であったフィレンツェではなく商業と印刷業の中心地ベネツィアを選んだ。百九十二年にロレンツォ・デ・メディチが没し、フィレンツェの流星には陰りが出てきていた一方で、ベネツィアには 多くのギリシア人がギリシアからトルコの支配から逃れる形で避難してきており、印刷業の発展や政治経済の流星とも相まってギリシア語文献の印刷業を始めるには有利な環境が整っていたことがベネツィアを選んだ理由と考えられる。ベネツィアに赴いたマヌティウスはアンドレア・トレザーニに出会う。トレザーニは1470年代中頃、 当時のベネツィアで最も有力な印刷業者であった、ニコラ・ジャンソンの工房に弟子入りした。ジャンソンが亡くなる前年の1479年に印刷設備を譲り受け、マヌティウスと出会う頃には、ベネツィア印刷業界の有力者の一人となっていた。印刷書の持ち分は、当時の総督であったアゴスティーのバルバリーゴの儀である、ピエル・フランチェスコ・バルバリーゴが半分を、トレザーニが、 もう半分を所有するという契約であった。マヌキウスは、トレザーニの持ち分のさらに5分の1、つまり、全体の1割を所有することとなった。マヌキウスは、主に学術的部分と編集を担当し、財政的及び運営上の問題については、バルバリーゴとトレザーニに任せていた。こうして百九十四年に事業を開始した。マヌキウスは、百九十六年には、 サンポーロ地区のサンタゴスティン広場、現在のサンポーロ地区、ヌメロチービコ2343、カージェデラ、キエーザのテルマエという建物に、自らの印刷所を開設した。この場所は現在、レストラン、ドゥエコロンネになっている。ヌメロチービコ2311リオテラセコンドの建物には2つの記念プレートが配置されているが、これらは、 マヌティウスに当てられた同時期の手紙に基づいて誤って配置されたものと考えられている。最初のプレートは1828年にアボットドン・ヴィンチェンツォ・ゼニエによって置かれたものである。マヌティウスはテルマイに住み込んで働き、アルド印刷所の出版物を制作した。印刷所でははじめ、プラトン、アリストテレス、及びその他のギリシア語とラテン語の古典が新たに印刷された。 アルドスはまた、本の解釈の助けとなる用事書と文法書も印刷したが、こうした書物は古典を言語のまま教えるためにニリシア語を学びたがっていた学者たちによって活用された。ギリシャ語で学んだ学者の一人であるエラスムスは、アルド印刷書と提携し、正確に翻訳されたテキストを提供してもらっていた。歴史家のエリザベス・アイゼンスタインは、1453年の コンスタンティノープル陥落によって、ギリシャの学問の重要性や存続が脅かされたと主張したが、アルド印刷所などの出版物がこれを支えたと言える。なお、ギリシア語文献を刊行するにあたっては、クレタ島カンディア出身のマルコス・ムスロスが、編集、工程面で活躍した。こうして印刷所は、特に1490年代後半以降、ベネツヤ議会、総督、 教皇庁から様々な印刷特任権も得ながら、ベネツヤ教和国内におけるギリシャ語著作の印刷を事実上独占した。講述する新しい活字を制作、使用しつつ、八折板を含めた多くの古典の刊行を行った。しかし、教和国外では問題を抱えており、印刷所がパリに設けていた代理店は、リオンやその他の場所で制作された多くの偽造品による、 影響を受けた。アルド印刷所は、その後、同時代の言語、主にイタリア語やフランス語にも手を広げていった。印刷所はまた、マヌキウスの友人、同僚、編集者らのグループが集まり、ギリシャ語とラテン語のテキスト翻訳をはじめとする交流を行ったサロン、ネアカデミアの活動場所でもあった。 マヌティウスは1502年から1504年にかけてアカデミーの名前をくづきに記した7章を引行している。1505年の社2くさの頃、マヌティウスはアーゾラのアンドレアとレザーニの娘であるマリアと結婚した。トレザーニとマヌティウスはすでにビジネスパートナーの関係にあったが、この結婚により出版事業における二人の持ち分が合わさることとなった。結婚後、 マヌティウスはトレザーニの家に住まうこととなった。この頃印刷所の流星は落ち着きを見せており、1506年には印刷所も聖パテルニウス教区にあるトレザーニの家に移された。この建物は1873年に取り壊され、現在はベネツィア広場、マニン広場にある銀行の建物の一部となっている。マヌティウスは1515 15年2月6日に死亡した。 彼の死後、印刷所は、アンドレアとレザーニと、彼の娘、すなわちマヌティウスの妻であったマリアによって運営された。印刷所は1508年に、アルドゥスとアンドレアとレザーニの家にてという歓喜を付し、1529年まで、これを用いて、発行を続けた。1533年、アルドゥスの息子のパウルス・マヌティウスによる、経営の下で印刷所は再開し、名称を、 アルドゥスの後継者たちとアンドレアとレザーニに変更した。さらに1539年、歓喜はアルド・マヌーツ用の息子たちに変更される。1567年にはアルドゥスの孫のアルドス・マルティウス・ジュニアが印刷所を引き継ぎ、1597年に死ぬまで事業を続けた。アルド印刷所の出版活動における主な特徴として以下の要素が挙げられる。 マヌキウスは、活字制作者、フランチェスコ・グリッフ・ホォー・い、ギリシア語活字4書体5種、ローマン体活字6書体10種、イタリック体活字1種、ヘブライ語活字1種を制作した。とりわけ、人文主義者の手書きを再現するように設計された、イタリック体を初めて制作、使用したことは、アルド印刷所の顕著な特徴となった。それまでの活字は、ブロック体であり、手書きの文字が、 活字になるというのは画期的な出来事であった。イタリック体は1495年にピエトロベンボ数奇教のデトナを印刷するために最初に使用された。また彼の制作したギリシア語活字はアクセント及び規則記号や多様なレンアザ、宿訳文字などを含みギリシア語写本を正確かつ完全に印刷で再現可能にした最初の活字である。 これらの書体は違法にも増され、ヨーロッパ中に広まっていった。マヌキウスは、手動、または小型の手持ち武器を意味する、エンキリディオンという用語を使用して、携帯可能な8折番サイズの小型本を制作した。細く小さな活字の発明が、本の小型化を可能にしたのである。小型の本はそれまでにも、宗教関係者の間で、ミサに携行するために使用されるなどしていたが、 一般読者向けに持ち運び可能な小型本を刊行したのはアルド印刷所が最初であった。アルド印刷所が制作したこうした新しい携帯用の本は決して安価ではなかったとはいえ、この時代に大量のテキストや注釈書を購入するのに必要とされたような多額の投資は不要であった。アルド印刷所が出版を始めた小型本の普及により、 読者はそれまでのように初見台の置かれた部屋へをおいて、大きく重い本のページをくるのではなく、小さく軽い本を、おののが移動する先へ持ち運ぶことができるようになっていった。人間はもはや本のもとへ行くのではなく、本が人間と一緒にやってくるようになったのである。印刷本に初めて、ノンブルト作品をつけて刊行したのも、マヌティウスのアルド印刷所であるとされている。 彼は1499年に最初のノンブル付きの本を刊行したのを皮切りに1514年までに17版のノンブル付きの本を刊行した。これによって読者は必要な歌詞を正確かつ迅速に参照することが可能になった。また、正語表をこれらと合わせて使用することで印刷書における語植への対応が容易となった。怒りとイルカの商標を1501年。 マヌティウスは印刷所の商標として、怒りに巻きついたイルカの図柄を使用した。この商標は、ヨーロッパ印刷史上最も有名な商標であるとも、言われている。イルカとイカリの図案は、その起源を直近では、ピエトロ・ベンボに追っていた。マヌティウスは、この6年後、エラスムスに対し、ローマ帝国のウェスパシアスミカドの下で鋳造された銀貨を、 弁護からもらった際にこの商標のイメージが生まれたことを伝えたという。銀貨に描かれていたイルカとイカリの図柄には、ゆっくり急ぎという意味のフェスティナレンテという格言が付されていた。これがアルド印刷書の標語であったとも考えられている。この商標の最も早い使用例は、1502年6月に刊行されたキリスト教者刺繍ポエタへクリスティアニ・ベテリーズ第2巻である。 アルド印刷書による出版物の部分的なリスト。オールダス・マヌシューシウス、エー・レガシー・モア・ラスティング・ザ・ン・ブロンズより引用。ギリシャ語著作。マヌキウスは30のギリシャ語テキストの初版ボムを印刷し、写本という形態の脆弱性を補った。ラテン語著作8より半これまでに集められたアルド版の最も完全に近いコレクションは、 マンチェスターのジョージ・スペンサーのオルソープ図書館、現在のジョン・ライランズ図書館にある。北米では、最も重要なアルドバンの所蔵は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアーマンソン・マーフィー・アルドバンコレクション、テキサス大学オースティン校のハリー・ランソムセンター、およびブリガム・ヤング大学のハロル・ゾビー・リー図書館に見られる。ありがとうございます。